KOD 毎週楽しく聞いています。ありがとうございます。質問です。はい、最近メンバー内で流行っていることや食べ物ってありますか？メンバーの皆さんのブログを見ているとスンドゥブの登場率が高い気がします。スンドゥブを食べたことがない私にスンドゥブについて教えてくださいというメッセージです。なるほど。ゆうちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。スンドゥブ来ましたね。もう来ましたね。とうとう激流行ってますね。流行ってますね。3代目は本当に毎日行ってるんじゃないかなぐらいの。めっちゃ行ってるよね。なんかちょっと店員さんともなんかもう気まずいのを超えちゃったよね。もう毎日行ってるから。ということでスンドゥブ、ゆうちゃんさんスンドゥブを知らないということで。知らない。なるほど。でガンちゃんがちょっと軽く説明を。あの赤くて熱くて、なんだろうな、スプーンで食べて、美味しいやつ。めっちゃ頭悪いですね。めっちゃ頭悪いですね。で、まあ、それは冗談として、はい、あの韓国料理であの豆腐があのメインになってる、なんかチゲ鍋のなんかこう、ちっちゃい感じっていうか、美味しいやつみたいな感じですね。そうね、なんかすごい辛くて、あの本当冬とかにぴったりで、あの体が温まるんで、すごい、あのあとヘルシーなんですよね。そうなんですよね、そこが一番僕たちだったらいいですよね。たまらないですよね、ヘルシーなんだね。あれ結構ヘルシーじゃないですか。豆腐だし、しかも暑いから、汗かいてないと代謝良くない。代謝良くない。あ、そうなんだ。結構だっていろんな具材入ってない。あれそうだっけ、海鮮とさ、鶏肉。でもそんなカロリーはないんじゃないですか。どうなんですかね。結局そんなに詳しくない。でも結局トッピングで何やらチーズやら水餃子やらなんかいつもつけて、結局ね勝手にカロリーないと思い込んで汗がかかりするみたいな。もう気分ですね。思い込んで食べてるかもしれない。カロリーはあります。まあちょっとね、今度じゃあ調べようね。それは調べてみよう。はい、オミの好きなとこ10個、クール、鼻高い、涙袋、あごひげちょっと曲がってるところ、声なんだろうなんだろう、サッカーできるとこ、あとリフティングが1000回以上できるとこ、なんだろうなんだろうなあとはでも最近ひげ剃りましたね、あいつ。まあそれは好きなところでも関係ないんですけど、なんだろう、まあいつもお世話になってますし、内面がないね。内面ありますよ。なんか不器用なんですけども、ちゃんとあのメンバーのことを思ってくれてて、あの誕生日とか絶対本当に一番なんかこう早くじゃないですか、プレゼントをこうさりげなく渡すんですよ。今日はなんとかの誕生日だからお祝いしようぜとかじゃなくて、さりげなく、はいこれみたいな、誕生日。そりゃモテますよ。モテるタイプだね、本当ですよ。で自分と真反対ですね。エロいね、オミ。オミエロいね。あれモテますよ、本当に。ずるい、ずるいね。毎週こう港未来まで、そうですね、来てますけども、慣れたよねこの道のり。道のりはね、慣れたよね。道のりはめっちゃ慣れた。慣れたね。そうだね、楽しくやってますけども。はい、リュウジュ横浜のこの辺行ったことある？そうだね、港未来は結構たまに本当に遊びに来るぐらいで、俺ね、あのこの港未来にこう万葉クラブっていう、はい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 、はいはい、があるんですけども、はい、向こうのね、夏にこう地元の友達とそこに行って、はい、暑いんだけど足湯にこう足を浸かりながら、こう屋上になってるんだけど、もう景色がすごいな。もう目の前に観覧車とかビルがすごくて、はい、そこでこうビールを飲んで、あいい、ね、ただただ寝っ転がってたでもそれがすっごい気持ちよくて、結局夕方ぐらいに入ったんだけど、夜遅くまでずっといて、でいろんなお風呂もあるし、出たり入ったりもできるし、サウナもあったりするし、だからそこですごいくつろいたんで。屋上？屋上、足湯が屋上にあるの。そうなんね、だからカップルとかもすごいの。なんかカップルで浴衣着て、その足湯をこう、しかも屋上一周できるんだ、周りビルの、だそこ使いながら、めっちゃいいね、手繋いで歩いてたりとかするカップルがいて。手繋いで歩いてんの？そうそう。